フォルリチェゼーナ県は、イタリア共和国エミリアロマーニャ州に属する県の一つ。県とはフォルリ。エミリアロマーニャ州の東南部に位置する。県とフォルリは、ラベンナから南西へ 25km、リミニから西北西へ 46km、州とボローニャから東南東へ 67km の距離にある。隣接する県は、以下の通り。フォルリチェゼーナ県北東に、わずかな距離ながら、 アドリア海に面する。県内をルビコーネ川が流れ、合併アマーレとサビニャーノアマーレの間でアドリア海に注ぐ。2001年の国勢調査に基づく居住地区別人口統計によれば人口5000人以上の都市、集落は以下の通り。1992年3月6日の法律により、ホルリ県の東南部がリミニ県として分割された。また、ホルリ県も ホルリチゼーナ県に解消された。ホルリチゼーナチェゼナーティコ045013041003015メルドラ043三ホルリチゼーナ県には30のコムーネが属する。主要なコムーネは下表の通り。左端の数字は ISTAT コードを示す。人口は2011年1月1日現在。面積は2001年のデータで単位は経平方メートル。 ありがとうございます。